はい、皆さんこんにちは、アイビーです。今日はオーストラリアの基本的なことを話していこうと思います。オーストラリアの正式国名はオーストラリア連邦です。6つの州と特別地域からなっています。今の首相はスコット・モリソンです。首都はキャンベラで、アボリジニの言葉で人が出会う場所という意味があるそうです。公用語は英語だけど、結構オーストラリアの英語って分かりやすいって言われるんですけど、多民族国家ゆえに違う民族同士がよりコミュニケーションを図りやすくするために、比較的分かりやすい英語が使われてるみたいです。そしてオーストラリアは結構親日家が多いです。オーストラリアの面積は日本の約21倍と言われてます。大きいので時差も場所によって違います。私のいるこのシドニーとかは日本より1時間早いです。こういった感じでプラス1時間プラス30分、マイナス1時間っていう、もう結構ね、場所によって違います。サマータイムっていうのが夏の間にあるんですけど、夏の日の出の時刻が早まる時期に1時間時間を早めて、夕方の明るい時間を増やし、太陽光のある明るい昼間の時間を活用しようというものです。なのでその夏の間は、私のいるこのシドニーは日本よりプラス2時間時差が発生します。電圧は220から240ボルトで、コンセントはこのように三つ股になってます。こういうね、ダイソーに売ってるんですよ。で、こっちのダイソーには売ってないので、日本で買ってくるといいと思います。こういうハの字になったやつになります。これがあると、日本で使ってるコンセントとか、携帯の充電器とかですね、ここに挿して使えます。はい。あと、チップなんですけど、特別なサービスを何か受けた時以外は基本的に不要です。飲酒は日本で20歳からなんですけど、オーストラリアは18歳以上になります。喫煙なんですけど、ビーチや公共の屋内スペースとか、そういった場所では完全に禁煙となってます。で、もしこれを違反した場合ですね、罰金が課せられるので注意してください。日本の消費税にあたる GST っていうのがあるんですけど、日本と同じで 10% になります。 GST は払い戻しが可能になってて、オーストラリアから帰国する30日前までに購入した医療品や宝石、靴、小型の電気製品、お土産が対象になります。これも1店舗で合計300ドル以上の購入をしないと対象になりません。購入した際にレジでタックスインボイスを発行してもらうようにしましょう。買った対象の商品を手荷物に入れて、空港の TRS に持って行って対応してもらいましょう。オーストラリアの気候は日本とは真逆になります。広いので、それも地域によって若干変わってきます。では、それぞれの州や都市の特徴を話していこうと思います。私が住んでいるニューサウスウェルズ州、言いにくいんですけど、ニューサウスウェルズ州はオーストラリアの中でも一番人気と言われていて、州都はシドニーになります。オーストラリア最大の都市と言われています。このシドニーを中心に農業、工業、製造業、サービス業など多彩なビジネスが展開されている経済の中心エリアになります。では、ニューサウスウェルズ州にある有名なスポットを紹介していきます。オペラハウス、ハーバーブリッジ、エイトプール、ブルーマウンテン、スリーシスターズ、パルムビーチ、ルナパーク、ウェディングケーキロックなどがあります。次はクイーンズランド州、別名サンシャインステートと言われるところなんですけど、州都はブリスベンになります。ブリスベンは主要行政機関があるなど、政治や経済、ビジネスの中心で、高層ビルが立ち並ぶ一方、自然が程よくある街です。他にもケアンズは金鉱の街と言われてるほど昔金が取れたみたいで、有名なグレートバリアリーフなどがあり、観光業が発達しています。そしてゴールドコーストは南北に 42km にも及ぶ砂浜があって、海岸線が永遠に続いていて、オーストラリアを代表する国際的なリゾート地となっています。そして年間晴天率っていうのが驚異の300日以上と言われています。ずっと晴れですね。では、クイーンズランド州にある有名なスポットを紹介していきます。グレートバリアリーフ、ハートリーフ、ホワイトヘブンビーチ、バロン滝、キュランダ鉄道、アサートン高原、サーファーズパラダイス、ドリームワールド、ムービーワールド、ナチュラルブリッジ、パロネラパークなどがあります。ビクトリア州なんですけど、人口は2番目に多く、人口密度は一番高いと言われています。州都はメルボルンで、シドニーに続く第二の都市と言われています。金融の中心であると同時に、ファッションの流行発信地となっています。スポーツではテニスの4大トーナメントの全豪オープンや F1 グランプリ、競馬メルボルンカップなど、世界的な大きなイベントが開催されます。では、ビクトリア州にある有名なスポットを紹介していきたいと思います。旧メルボルン監獄、フィリップ島、グレートオーシャンロード、ソブリンヒル、ビクトリア州立図書館、
ユーレカスカイデッキなどがあります。タスマニア州は最も小さい州で、北海道とほぼ同じ大きさです。州都はホバートというところで、風光明媚な景観で環境汚染の少ない地域であることから、豊富な農作物や食材が揃っています。タスマニアの農作物は結構高値で売られるため、ファームも結構稼げるんじゃないかなと思います。1ヶ月で100万円稼げるタスマニアドリームっていう言葉もあります。ではタスマニア州にある有名なスポットを紹介したいと思います。ワイングラスベイ、モナ美術館、タスマニアデビル保護パーク、クレイドルマウンテン、マウントウェリントン展望台などがあります。南オーストラリア州は州都はアデレードで、年間500以上のアデレードの芸術祭をはじめとするイベントやフェスティバルが開催され、フェスティバルの州と知られています。では南オーストラリア州にある有名なスポットを紹介します。南オーストラリア美術館、ヴィーナスベイ、マーフィーズヘイスタック、ナショナルレイルウェイミュージアム、南オーストラリア航空博物館、カンガルー島などがあります。西オーストラリア州はヨーロッパとほぼ同じ大きさで、国内最大の州です。東には砂漠が広がり、西には大自然が広がっています。州都はパースで、歴史的建材物が点在し、100年以上続く週末だけのオープンマーケットが有名です。では西オーストラリア州にある有名なスポットを紹介します。ブルーソルトフィールド、スターリング山脈国立公園、ヒリア湖、エクスマウス、ウェイブロック、ピナクルズ、ケーブルビーチなどがあります。特別地域のノーザンテリトリーは、オーストラリアを象徴するウルルとカカドウ国立公園があり、世界遺産に認定されてます。州都はダーウィンで、6万年前からいる先住民アボリジニの全人口約4分の1が生活しています。このウルルはもう登れなくなってしまったので、すごく残念です。はい、ということで今回はこのオーストラリアについての基本的なことを紹介しました。もしこの動画がいいなと思ったら、グッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。バイバイ。